ときますか。知っておきたいですね、はい、まずあの合唱って昨日ね、あの、はい、3問の前入るときに合唱って入りますって言いましたけども、合唱にもいくつか種類があるんです。でまず手と手をこのようにピタッとこう合わせる、普通にね、手のひらと手のひら合わせる、これ剣術心合唱といって、無心の心を表し、無の心を表します。それからこれをこういうふうにつぼみのような形に真ん中にちょっとこう開いていて、これ蓮華合唱といいまして、仏の心、仏心が、これから花開くそのつぼみの状態を表しています。それから、指と指を交差させますが、右を少し半分前に出してね、右が前ね、はい、この、クロスさせたような、このがっちりと握りしめたような形、これを金剛合唱と言います。揺るぎない仏の心、これを表すんですね。じゃあどれがいいか、お好きなのを選んでください。私はまだつぼみと思ったらこれです。心は清らかで無と思ったらこれ、はい、はい、じゃあはい、札を借りたい。だからお参りする人の札、逆左手が下のもの、うん、でこの香りを嗅いでください。そうすると手が清まる、体の外側が清められ、香りが鼻から入っていくことで体の中も清められるということで、あの手水場で水を使ってやる代わりになるんですね。これを図香と言います。でこの図香というのが身を清める、まあ、一つのやり方、お水を使っていただいてもいいですし、いい香りが嗅ぎたいなと思ったらこの図香を用意して、やるという方法があるんですね、うん、ちなみに残りの5つは、仏教の言葉で言うと、うん、灯明とお焼香、これがろうそくと線香ですね、うん、それから毛満、これはお花のことです。で音色、これがご飯で、赤、これがお水のことですね、うん、この図香を合わせたこの6つをお供えするというのが、まあ、正式なやり方ということになります、はい、それからもう一つ、数珠はどんなのを持ってたっけ。遍路用具を買った時に相撲取り屋さんでもらったやつかな。それからまだ変わったかな。あの時のやつだね。これこっちか。あ、これはね、片手念珠と言われるもので、略式の念珠です。で、実を言うと、お念珠っていうのは、あの宗派によって形やあの数が、大きさが違ったりするんですけれども、これはどの宗派でも共通と言われていて、どんな人のお葬式に行っても、これでこうやって手を合わせば OK。で、僕の持っているこのちょっと大きめの念珠、これは真言宗用です。で、真言宗用のものはね、まあ、上下があるんですけど、あんまり細かいことはいいんですけども、右手は中指、で左手は人差し指、で半ひねりします。で、ふさ、これね。おはようございます。おはようございます。ふさと言いますけども、はい、これを内側に入れてこういうふうに合わせてすり合わせると煩悩がすり切れるとも言われています、ね、で吸っていい音がするようにこのふさを中に入れてこういう形でちょっとかっこいいこういうふうに念が起こります。はい、じゃあ